声が聞こえてくる。この先に進むにはロックがかかっているな。任せろ。ありがとう。よろしくね。頼られた。やるぞ。最適解だ。ハンガト。ハッキング始め。よし。仕掛けるぞ。みんな守ってくれない。エリクラ。嫌え。どうぞ。どうよ。了解。ひざまずきな。いいぞ。敵の手玉に取ったな。うまいな今の。燃やしてあげる。やけどするよ。ガチでいくよ。ガツンといっちゃって。くらえ。来い、奪え。頼む。うん、わかった。 It's showtime。 あんたのハートいただくね。やるわねパンちゃん、華麗なショーだったわ。バトンタイム。いただけるか。なかなか弱いけど、このくらい。ガルゲス。このままじゃまずい。ガルゲスか。倒れろ。おお、やるじゃねえか。うまく使ったな。さすがジョーカー。うっ、うまい。ジョーカーの攻撃変更。来い、食らえ。ヘルストだ。いただいていく。無駄だ。さすがジョーカー、カレーだ。クライム。本当に敵がいるぞ。チャンス。攻撃をかけろ。行くぞ、奪え。奪えぞ。スキルヒットだ。クライム。俺も見習おうとしよう。ダイブ。丸裸にしてやったぜ。あとちょっとだけ頼む。ヘルスだ。来い、いただいていく。サンガ、体力大丈夫か。ガルゲ。うん、狙い通りというやつか。いつもすごいね。ヘルスだ。行くぞ、奪え。ヘルスだ。いただいていく。行くぞ。ガルゲ、来い。奪え。白熱が弱点だ。一気に決めるぞ。よし、ハッキング成功。私にかかればこんなもんだ。やったな。ふん。ちょっとキングもいない。それにみなんだよ、予告状なしに。ソフィア、あなたが来るのを待っていました。今の声一体。お前は誰だ。私は人の真の願いを叶える存在。この声ソフィーにそっくりだぞ。どうなってんの。キングが失われたこのジェイル、そこに現れたあなたに。キングが失われた。そうか、このジェイルはキングが不在だったんだ。だから鳥かごの入り口も開いてて。私を知ってたから話しかけてきたわけじゃないのか。ソフィア、あなたは何者ですか。私は人の良き良き友人。 AI であるあなたがどうする。あなたの目的は何。目的もなくさまよっているのですか。
残念です。そのような AI にあなたは無価値なバグ。私は、そう、あなたには理解できないです。てめえ、うちのソフィーに随分好きか、面出す度胸もねえ。ちょっと、うん、思いつく限りの罵声を浴びせている。スカル、バグだ。ソフィーは大事な仲間だ。ガイアがどうこう言ってんじゃねえ。おいおい、スカル、だが今は許す。バーカバーカ。あなたたちの主張が理解でき、ムカついたんならとっとと出てこい。我が輩たちが相手、答えを与え、それができて初めて、いずれそれに気づく時が来るでしょう。どういうことだよ。なんか出てきた。こいつなんでここにいんだ。セキュリティが目を覚ましたみたい。万人が来るぞ。おいソフィー。ああ、ソフィー、今はこいつに集中しろ。カルゲ、すまない。やっ、カルゲ交代だ。わかった。盾で身を守りながら自身を強化か。これがもう一人の私。任せるわ。今は無理に攻めない方がいいかも。召喚、回復と強化に専念するのも手だ。パワーチャージ。どうなの、こいつも使うのかよ。注意しろ、今まで戦った敵と同じ攻撃を使えるみたいだ。ショータイムだ。行くぞ、フルチャージ。パワーチャージ。ソフィーやるじゃん。かっこよすぎか。あいつは任せて。いい一撃だ。まだかっこいいぞ。ソフィー、炎上してる敵がいる。地球の炸裂で追撃だ。撃たれ強いし、攻撃読めないし、本当腹立つ。みんな負けるな。敵をよく観察するんだ。カルゲ、なかなかに多芸だな。次の動きが予測でき、全部避けるのは難しいわね。守りを強化しておきましょう。カルゲ、まだまだ。これでどう。アンサー華麗に繋げたな。どんなもんよ。燃やしてあげる。バトンだ。任せて。あいつやっていいから撃ってもらい。気をつけろ。まだまだ。反射感激だ。これでどう。アンサー華麗につなげたな。どんどん行くよ。燃やしてあげる。流行られた。よっ、パワーチャージ。追ってくるぞ。回避しろ。高い場所ならやり過ごせるぞ。どこかに止めつけるか。レッツショータイム。フルスロットル。覚悟しなさい。鉄拳全開。これでも任せて。よっ、レイショータイム。ソフィー出番だぞ。行くぞ、フルパー。ソフィーやるじゃん。かっこよすぎか。すごいわソフィー。感心しちゃった。よっ、召喚いけ。じゃあ次に召喚。いい調子ねソフィー。続くわ。ナイス追撃だソフィー。決まったな。どうだ、強敵だな。気合入れていけ。あ、邪魔だぞ。こ、あいつは任せて。よっ、待て。敵の防御力が下がった。攻めるチャンスだぞ。くらえ。よし、3人撃破だ。みんなお疲れ。
これでますます頑張っちゃうからね。この技、早く試してみたいわね。なんとか倒すか、結局声これってまさか鳥かごが崩れる前兆ね。くそ、ああ、それもまあこれで願いも解放されただろう。そうあってくれ。みんな、ソフィー？結局私のことは何も分かっ、そうだよ、そんなこと気にしないで。ああ、それにあの声に無価値と言われたら。だけどみんなが怒ってくれて、その後はずっと私には仲間がいる。ありがとう。なんだよ。わ、おやおや、マスクまで真っ赤よ。は、はあ、てかマスクは色変わんねえだろ。モナは黒くてわからんな。別に照れてねえし。じゃあ、現実でも、じゃあ現実に戻ろうぜ。はあ、てかもう朝。とりあえずで、どうだった？全もろもろあ、寝かせてくれ。激闘だったみたいだな。ちょっと待ってろ。お前らと違って俺は留守番してた。考えてみりゃさすがに我が輩も疲れ、前半は遊びだが、あの鳥かごで聞こえた声、どうせろくなやつじゃねえだろ。から電話だ。キャンピングカーに戻ってきて、だい、お前らのおかげかどうか。よかったわ。つか、そういえば予告状出してなかったの。ああそうだ、ボイスレコーダーからさ、すきっとそれがよ。島の人たちの様子心配ない。まあ案の定。そういえばどうして島の人たちは。それも含めて、あとあの研究所の名前は産方修、検視はこれから。自殺、あの人もただジェイル実験から逃れるため。時間は経過していたが遺留、なんつう、おっさんってさ。あ、そう、それで鍵って不法に侵入して手に入れたも、いや死体が最も、しばらく前に証拠は消されちまってる可能性だからといって。ああ、ダメだ。あるのは表向きの報告書。今更だけど、偶然見つけちまったんなら今のは聞かん。みんなお宝見つけたぞ。
でかした双葉。そういう大事そうなものって。でも大事っぽいのはそんな隠し場。まあね、って人が物を隠す場所。褒められた。じゃあ行けそうか。さお、パスは。よし。これは何のリストだ。ここの職員の。違うわ、ここにリストアップされて。大物。この吉川って。そういえばそれって決まりだ。なんでこんな大物。それはまだわからない。このリストをどう使う。ここに上がった奴ら、この人たちが改心することで、それが黒幕ってことね。そういうことだ。次回張り切るのはいいけど。しかし家に泊めてもらったし、襲われるのも回避で。やるじゃん。全おっさんも結構なじ。どこの世界に。とにかく俺は一度府警に戻る。お前らはどうする。善吉が黒幕を突き。とりあえず善吉と一緒に京都に戻る。また神戸まで船か。じゃあ九州に行って。九州にジェイルがないかもか。ありだな九州。せっかくだし日本列島制覇しようぜ。お前らは九州だな。俺は黒幕を追う。フェリーは検索した。よし。なあなあ、お疲れ様です管理官。今帰りのフェリーに乗ったところです。すぐ県外になりそうなんで手短に話します。ご苦労。研究所の方はどう。改心対象者と思われる人物。改心対象者。はい。文書改ざんを告白した吉川。彼らを改心したの。おそらくマディスが改心を使ってリストに載っている人物とマディスの関係は。すぐに資料を共有します。俺も府警に戻って。しろ。よくやった長谷川。これで。ありがとうございます。この件あいつらのおかげで真犯人を。嬉しそうだな。え、まあいい。ここから先用心を怠るな。分かっています。ではまた。ほ、善吉、何か分かったら連絡するって言って。ああ、今は善吉を信じるしかない。なんだかんだで事件の解決を願うのは。そうね、私たちは私たちでジェイル探しを続けましょう。もうすぐ福岡市街に入るわ。感じない。福岡にもジェイルはなしか。博多周辺は人口も多い。でもないに越したことはないよ。そうね、福岡にはないって分かっただけでも。しあいたたたた。どうした。誠、ちょっと腰が。やばい、緊急事態だ。可及的速やかに休憩タイムするべし。大丈夫まこちゃん。ううん、できるだけ急いで九州を回りたかったんだけど。無免許運転ダメ絶対。冗談は置いといて、少し休ませてもらいたいかな。じゃあ今日はきちんとした宿に泊まりましょう。そうだな、無理は禁物だ。ありがとう。じゃあ高速降りるわね。やってきたとよ。福何語だよ。ここが福岡の玄関口。へえ、福岡なのに博多駅なんだな。福岡県に福岡駅はない。福岡駅があるのは嘘、富山県。じゃあもしかして富山駅は博多県にあったりして。まあ細かいことはいいんじゃないかな。そうだね、早
早く宿を決めましょう。ごめんね、気を。んじゃ、がっつりうまいもん食ってというわけだ。ソフィア、もろもろ頼む。もろもろ OK だ。もう宿は確保済み、店も任せろ。仕事早いな。さすがはソフィアだ。乳白色のスープにこの三位一体がもたらす色彩の妙。食べないと冷めるよ。しかし屋台ってのは風情があるな。なあ、我が輩にもちょっと分けてくれ。フーフーしてくれ。我が輩ちょっと猫舌なんだ。まあ猫だしな、としか言えねえ。てか誠、疲れてるでしょ。私のも持ってき。ありがとう。まこちゃん、腰の具合どう？ホテルでゆっくりお風呂に入れたし、けど明日は運転するのは難しいかも。んじゃあ明日は休みだな。福岡にもう一泊っておっさんに言っとくか。じゃあ明日はまことのために良さげなマッサージのお店探そう。任せろ、最高の店を選んでおく。でもやっぱ運転手一人じゃきついよな。春はすでに持っていると言っていたな。うん、一応ね。でも万が一まこちゃんに何かあったら。いや、それは。まこと、急に顔色が悪くなったぞ。なんでもないの。つかやべ、伸びる前に食わねえと。さすがにあれ以上は無理か。三人とも替え玉七つとかありえん。兄ちゃんたち、いい食いっぷりだね。五玉以上食べた人には記念品の丼を進呈だよ。おお、ありがとな、おっちゃん。ほう、これはいいものだ。前吉から電話だ。お前ら今どこだ。そうか、旅は順調そうだな。ようやく突き止めたぞ。その連絡だ。詳しい内容は会ってから話す。その方がいろいろと都合がいい。悪いが急いで京都まで来てくれるか。新島が体調不良、なるべく急いで来てほしいとこだが。新幹線、いや奥村に頼めないのか。免許はあるんだよな。福岡から京都までは山陽道一本だ。なんとかたどり着けるだろう。すまんが、あまり時間がなくてな。よろしく頼む。突き止めたって。とにかく待ってましたって感じだぜ。明日の朝ここを出ましょう。そうだな。おい、こっから京都までどんくらいだ。高速道路で約8時間だ。じゃ着くのは夕方か。まこちゃん、体調はどう？本調子とは言えないわね。そっか。じゃあ私が運転します。え？ねえ春？誠の顔色がまた急変化。あんま緊張すんなよ。春？泣かせて。なんだ、なんか様子違くないか。あのね、春はハンドルを握ると。行きます。
だ来てねえか。さすがに早すぎたな。なんだ。お前ら早かったな。死ぬかと思って。てか、むしろ死んだ。春には悪いが、これっきりにしてくれ。猫がな、気絶してる。おい、奥村。ありがとう、モナちゃん。いや、褒めてないぞ。まあ、無事にたどり着けて何よりだ。それより、ここは一体何なんだ？万が一に備えた俺だけの秘密の隠れ家ってとこだ。元は知り合いがやってたバーでな、今は俺が個人的に調べ物するときなんかに使わせてもらった。善吉のアジトってことだな。セーフルーム、いや、これは余計なものは見なくていい。で、何が分かったんだ善吉。まあ、順を追って説明する。沖縄で見つけた改心者リストを徹底的に調べてみた。リストに載っている連中が改心されることで利益を得るやつ。それで浮かび上がったのがこいつだ。なんかいかにもって感じのやつだな。まさかここでやつとはな。いや、何でも言うね。大和田純、69歳、与党の要職を歴任し、内閣官房長官まで務めた超大物。去年の選挙じゃ獅童正義の後ろ盾にもなっていたらしい。獅童だと？まさか。知り合いか？ああ。そうなのか。お前らとは浅からぬ因縁があるよな。改心リストに載っていた連中はその多くが大和田が限りだが、さすがに改心の実行者とは考えにくい。で、奴の周辺に探りを入れたところ、察しがいいな。そう、マディスの社長。そしてあの沖縄の所長とこの絵が頻繁に連絡を取り合っていたことが通し、これで繋がったわね。ああ、大和田が邪魔な人間の改心を依頼。で、その方法を提供したのが沖縄の所長。待て、この絵が改心を実行してるってことは、あいつジュエルのキングなのか？でもマディスの社長でしょ？いや、それがそうでもねえ。知っての通り、改心させるにはエマ、大和田に敵対する連中も大物ばかりだ。この絵でなきゃ近っ。それに社長だからこそ他のやつにキングの座は、万が一にも自分が改心されるような。それにもう一つ、リストの人間が改心されたと思われる場所は全て大阪。なんで？リストに載ってる人間でおかしくなったやつは全員大阪に行ってたんだよ。そして大阪にはマディスの本社がある。大阪にジェイルがあって、この絵がそのキングである可能性は高い。実際のところはソフィアに感知してもらうしかねえが。ジェイルならあったぞ。はあ？確かに途中で道を間違えて大阪を通ったけど。いや、だったらそん時言えよ。言ったが、みんな忙しそうで聞いてなかった。春が運転してた時だから。あの阿鼻教官に紛れたか。ん？いや、まあそれなら話が早い。あとはこの絵がそこのキングかどうかだ。そこまで分かったんなら。ああ、問題はここからでな。リストで分かったのはつながりと動機だ。これだけじゃ逮捕に持っていけない。だが任意捜査には強制力がない。そしてもう一つ、改心者。警察にも改心された人が？この分じゃリスト以外にも改心された奴がいるだろうな。だからここに私たちを呼んだのね。やれても任意捜査まで。むしろ情報を流されて先手を打たれるか。つまり
警察は当てに。お前ら、俺も一応とにかく真っ当な捜査じゃどうにもならねえってのは。しかしだ、お前らなら取れ。ああ、予想通りこの絵がジェイルのキングなら。そうか。でもジェイル、まさしくそれが実は今日、ま、どうやったの？警察が被害の確認をしたいってことでお宅のエマをハッキングするという匿名予告があった。お、私の出番か？いや、本当にやる必要はねえ。で、いつでもご相談ください。エマで友達になりましょう。奴にとっても公安を手駒にできるメリットが。そこでキーワードが聞ければ、これを伝えてから出発したかったんでな。本社ってことは大阪に行くんだろ？そうだな。いや、聞き出せるかどうかは賭けになる。それに新島は本調子じゃないんだろう。え？もしお前らがやられたら、お前らには万全の状態でいてもらわなきゃな。分かった。なんだよ。お？そんなこと言っていいのか？いいもの？おっさんの言ってた旅館って、マジ京都でも指折りの温泉旅館だな。一泊一人4万円だそうだ。4万円長旅のねぎらいだと言っていたが、捜査費用から出す。なんかこりゃ善吉に感謝だな。よし、とにかく突っ込むぜ。食べ物以外でも泣くんだな。ここならまこちゃんもゆっくりできるね。そうね、早速突撃。今度こそ私も入りたいな。あ、沖縄の時みたいに水中を案内し。待てー、ソフィア男湯に入れる気か？でも温泉にスマホ持って入っていいの？受付の注意書きにあったな。なんてこった、仕方ないな。今回はおとなしく留守番してる。後で部屋のお風呂に入れてあげるね。やった、ありがとう。ハル、猫がなは一緒に行ったらどうだ？ペット扱いすんな。まあ行くけどな。温泉でゆっくりしたら。ネットで見る限り涙の次はよだれか。どうも、こういうもんです。申し訳ございません。急用？詳しいことは存じません、お引き取りください。いや、しかし確かに今日なら会えると。申し訳ありません、本日はお引き取りください。どういうことだ？お呼びでしょうか、ちょ。おお、カブラギ君、実は君に折り入って頼みがあって。そちらは？こちらは大和田先生だ。お目にかかれて光栄です。よろしく、カブラギ管理官、大変に優秀だとね。ところで今は怪盗団を追っているそうだね。何でも世間で噂されている怪心事件の首謀者だとか。容疑があると。
湯加減だ。おっさん、あれで善吉は頼りになる。この絵のキーワードさえ手に入れば気を引き締めておけよ。うん、もしかしてここって混浴？入れ替え制らしいわ。20時には男湯側のドアには。じゃあ安心だね。よし。え、なんで、なんであいつら来てんだよ。露天風呂の男女が入れ替わる時間だったか。すでに遅した。落ち着けお前ら。我が輩たちの名誉がかかってる。怪盗として、いや紳士として失敗は許されない。作戦開始だ。うわあ、極楽だ。何か、え、誰？のぞき。説明してもらおうかしら。最低。クズの所業だな。ちげえって、いつの間にか女湯になってて。故障だ、話せば。信じてくれアンドロだよな。言い訳無用。アンドロ、結局無駄足かよ。確かにアホは取り付けてた。速報です。あ、先ほどマディス社代表取締役のこの大人気コンシェルジュアプリエマの一時運用停止を発表しました。なんだと。この度は利用者の皆様に弊社のコンシェルジュアプリエマ結果、誠に遺憾ながら大変申し訳ありません。弊社としましては、この事態を一時エマのか、なお我々巷を騒がせている心の怪盗、何怪盗団は弊社 AI 研究所の産方修造、そこで得た情報をもとに殺害。昨今再び世間を騒、盗んだ情報で怪盗団、いや人、我々はお前たちには屈しない。偽りの正義を語り。以上、記者会見の模様でした。すでにこの件は警察にも通報済みとのことで。怪盗団、何してくれてんねん。人殺したってほんまに？うわ、エマ動いとらんやん。どうなってやがる。まさか。なんで誰も出ねえ。くそったれ。ご苦労。管理官。遅かったな。管理官、俺の話を聞いてもらえませんか。管理官、怪盗団は一連の怪心事件と、それがな、この絵社長の会見のと、怪盗団にはエマへの不正アクセス。この絵の一方的な主張でしょう。それに殺人などありえない。随分と怪盗団に入れ込んでいるようだな。
奴らは事件の最重要容疑者だったはず。目的を見失うな。それに長官、おかしいとは思わないんですか？この件にはお前の妻が死んだ時のあの時に言ったはずだ。組織は腐敗している。正義を成したいなら、そしてお前は約束、ここは耐えろ。しか私が上に立った時、クズどもを一掃する。お前が望む正義を執行する。犯人はだから管理官。確かにそれが世の中かもしれん。困っている人間がいるなら、おっさんも結構馴染んできたし、もう仲間。ここは私で十分だ。娘、どうしてどうして聞いてくれないの？警察は正義の味方。茜、待たせたな。全捜査員待て。逃げろ逃げろ。バカめ、この男を逮捕しろ。怪盗団を逮捕する。おい、我が輩だ。合言葉か、はあ、よし。なんだよその合言葉。ルブランを知る者にしか思いつかない組み合わせ。いや、モナちゃん、外の様子はどすごいぜ。パトカーと警官だらけだ。もうおかしいじゃん。逮捕されないって取引だ。それどころか殺人犯ってどういうことだよ。濡れ衣を晴らす旅のはずが。まさか。俺たちを逃がしてくれたのは全騎士だ。それにあの人を疑うのはやめましょう。そっか。ソフィアもありがとな。ノープロブレム。全騎士さんじゃ抑えきれない。この絵が俺らに仕掛けて。俺たちはすでに4つのジェイルで暴れ。だが我が輩たちの情報、はあ、なあ、どうして全騎士の名前が手。昨夜未明、京都府警は犯人隠避の警察内部の不祥事に府警トップの。ちょっと待て、おっさん。どうして善吉さんが。私たちを。こうしちゃいられねえ。無茶言うな。逆に捕まって。あ、やっけどよ。お姉ちゃんに相談してみる。そっか。今までのこといろいろ黙ってたから、そんなこと言ってる場合じゃないものね。よし、我が輩たちは引き続き。つつ、あのクソ取り調べ官、平気で殴りやがって。いや、何や、怪盗なんざ早々に見限ってりゃこんなことになる。守りたいものすらも。くそ、あいつら。いやー、すまねえ。俺は結局。やめて、触らないで。家宅捜索は令状がなきゃできないはずです。へえ、さすが公安の娘さん。でも今は緊急事態でさ、君のお父さん大。え、あいつが。嘘、そんなの嘘だ。知らなかったの。とにかく邪魔。京都府警の警部補、犯人隠避で怪盗団に殺。どうしてこんな。私、誰か。
何かお困りです。怪盗団は捕まりましたか？いや、逃げられたらしい。奴らもさすがにしぶとい。警察にはさらに圧力をかけて。善処しよう。他でもない君、その代わり私のジェイルの件。それはもちろんお任せください。エマ。はい、アキラ、何かご用ですか？このまま警察が怪盗団を逮捕できると思うか？怪盗団には未知の能力があります。できれば逮捕後に一般への稼働を再開したかったが、停止期間が長引けばテレビで単価を切ったことが裏目に出かねないか。ではエマ、ジェイルに侵入できる怪盗団の能力は警察の手に委ねるよりもジェイル内に拘束し、可能ならば回避させてはいか。確かに奴らの能力をただ消してしまうのは惜しいか。いいだろう。ではどうする？追うよりもむしろ怪盗団を、怪盗団と関係のあるものを使い。ほう。はい、ではその手で行こう。エマ、該当者を禁。承知しました。拘束がかなったら次は改心だ。大和田議員へは。いや、世界から悪を一掃するだ。怪盗団、お前たちを生け。お姉ちゃんに連絡ついたわ。結構怒られちゃったけど。よし、私たちはどうしよう。あかねちゃんから。これはどうしたの？あかねちゃんを預かったって。はあ？預かってるって。わからない。一応だけどよ。あかねちゃんは私たちが怪盗団だな。そうだよね。確かに。じゃあこのタイミングだ。許せない。これ決まってるじゃない。落ち着け。これは確。それに今外へ出たら途端。でも放っておけない。善吉さんが逮捕されてる。我が身可愛さにあの子を見捨て。でも確かにこれは罠で。でもバカ言ってんなよ。あかねちゃんは私たちのファンだもん。ああ、たとえ罠でも。さすが春だ。よし、我がオーケーだ。よし、行く。なんとか。ソフィア、ここで間違いない。間違いない。いな。でもそれらし。チッ。ど、ええ。あ、どうした？ジェイル、ジェイルだ。ちょっと待て。いや、この前までなかった。間違いない。それってどういう。怪盗団から友達申請が来ています。今度は何？エマの友達申請。これこの場所でこのタイミングけど、キーワードとかわかんない。それに変じゃないか。なんでエマが動いてるんだ？確かにそうだよね。で、なんで送り主の名前が怪盗団なんだよ。これじゃまるで俺たちが。キーワードが入力されました。ナビゲーション。何？キーワードも怪盗団？マジかよ。ここは、くそ、わ、いや、わざわざ新し。助けて。この声。助けて。あかねちゃんの声よ。おい、まさか。まずいぞ。ここがジェイルなら
ええ、